はいどうも、におジーです。皆様さこんにちは。どうですか、タバコライフは。タバコライフは、順調ですか美味しいですかいやー、美味しいでしょうね、タバコね。一服、食後の一服、つかの間の一服、コーヒーと一服、いろいろありますよね。タバコうまいんですよ。ただね、私ね、禁煙に、やっと成功しました。今までね、いろんな禁煙、もう何十回、何百回行ってるかな。もうタバコやめよう、やめようと思ってて、なかなかやめれなくて。 あのずっと年月経ってきましたけど、ついにね、タバコ完全に禁煙できました。もうこれは間違いありません。なんでね、私が禁煙成功したかと言いますと、簡単です、単純です。タバコはね、うんこより悪いと。もう一回言います。タバコはうんこより悪い。皆さんね、タバコの本とかね、見てもらったら分かります。どこの本にもね、 タバコお酒やめた方が健康にいいとかさ書いてあると思うんですけどうんこを食べるなどは書いてませんよねどこの本にもねどこの本にもねうんこを食べるなど書いてませんよねそれよりかはねタバコやめろとお酒やめろと健康に悪いということが書いてありますけどねうんこは何も記載がありませんでしょうここですポイントは想像してみてうんこ食べるのと うんこ食べるの嫌でしょただね今タバコを吸ってる方ねそのタバコはうんこより悪いですからうんこを食うよりもタバコを吸う方が悪いんですよあの汚いうんこを食うよりタバコを吸う方が体に悪いんですそう思ったらどうですかえ俺うんこよりひどいものを体に入れてるんだと、うん、こよりひれうんこより臭いものを今タバコで吸ってるんだとそう思ったらさ タバコってやばくねと思いませんだって、うんこよりやばいんだから、うんこよりまずいんだから、タバコって、うんこより体に害があるんだから。そう考えたらね、そうイメージしたらね、タバコやめれませんか私の場合ね、タバコをやめられた理由、これだけです。あのくせうんこより、グロいうんこより、タバコが体に悪いって考えたら、どうですそれで私、やめれました、タバコ。 うん。だからね、もう一回言いますね。うんこよりタバコって最悪です。うんこよりタバコって悪いんです。以上です。はい。